皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年3月13日に行われた第70期王将戦7番勝負第6局、渡辺明王将と永瀬拓矢王座の1局をお送りするぜ。開幕3連勝でそのまま押し切るかと思われた渡辺王将。しかし第4局、第5局と永瀬王座が連取。シリーズ成績を渡辺王将から見て3勝2敗としたな。そしてここに来て先手は永瀬王座。すんなり終わるかと思った第70期王将戦7番勝負。いよいよ持ってわからなくなってきたわね。これはこれで面白い展開だな。指している両先生はたまったもんじゃないけどね。それもまた軍曹優。てか、そうかもね。さあ、それでは軽く対局者紹介をしておこう。まずは後手の渡辺王将。1984年、東京都葛飾区出身の36歳、第78期名人で今期竜王戦2組、タイトル戦登場35回で26期獲得、一般棋戦優勝11回、永世竜王、永世棋王の資格を持ち、現在名人として君臨する棋界のトップランナーね。細い攻めをつなぐ、と評されるその攻め筋、繊細さと豪胆さを併せ持つ将棋は必見だ。一方、先手の永瀬王座。1992年、神奈川県横浜市出身の28歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、なお、順位戦は最終戦が終わった時点で9勝3敗で1位を確定させており、来期 A 級が決まっているぜ。永瀬王座、A 級昇級、おめでとうございます。当然といえば当然だが、とうとう A 級か。実力に見合ったクラスと言えるわね。そうだな。そんな永瀬王座、タイトル戦は登場6回で3期獲得、一般棋戦優勝2回、その棋風は、渡辺王将と対照的な堅い守り、相手の攻撃を受け潰し、息切れしたところを逆襲する、まさにカウンター、と言いたいところなんだが、ここ数年、その攻撃力も磨きがかかってきており、まさに隙のない将棋になりつつあるな。そして持ち前のここぞという時の粘り、あらゆる罠を駆使して勝利を手繰り寄せる、勝利への執念は必見よ。くしくも最強の矛と最強の盾の対局、その結末にも注目だ。さ、それでは皆さん、忙しいかもしれないけれど、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回はマリサが先手、永瀬王座。霊夢が後手、渡辺王将だよ。それでは、よろしくお願いします。26歩。相変わらず一つも負けられない永瀬王座。84歩。この一戦で選択する戦型も注目だ。25歩。気を照らうのか、得意戦法で来るのか。85歩。その選択がとても重要よね。76歩。さて、角道を開けて後手がどう出るかだな。3二金。77角。先手は角代わりに誘導してきたわね。34歩。ここで角道を塞がなければ角代わり。68銀。大事な一番、得意戦法で行くぜ。77角なる、戦型も決まったし、しばらく手を進めよう。同銀。22銀。16歩。14歩。38銀。64歩。おや、ここで6筋を突くのは珍しいな。36歩。どうやら飛車を前に誘っているようだ。62銀。誘いには乗らず、早くり銀の構えだ。37銀。速度重視での攻撃を目指そう。63銀。私は腰掛け銀で迎え撃つ姿勢よ。46銀。33銀。威玉を解消してバランスを取る。68玉。中央に銀を出して睨みを利かせよう。54銀。王様を左に流して戦場から遠ざけよう。78玉。競り出した先手の銀にちょっかいをかけよう。44歩。5筋に引く選択肢を作っておこう。56歩。お互い牽制の試合になってきたかな。52銀。私もそろそろ陣形を整えよう。68銀。42玉。4筋、銀を攻められる前に。35歩。先にこちらから仕掛けていこう。43銀。玉頭出し、受け切ることを最優先にしよう。34歩。歩を取り込んで手駒を作る。同銀右。
一つ手前に歩を据えて、3六歩、銀の攻め上がりを支援しよう。7四歩、銀交換を迫ってぶつけに行くぜ。3五銀、ここで引くと2筋から一気に迫られるわね。同銀、同歩、9筋に角を打たれる可能性を排除しておきたいね。9四歩、9六歩、王様の位置を整えて攻撃に備えよう。3一玉、玉頭を乱してきっかけ作りだ。3四歩、同銀、浮いた銀を睨みながら飛車の頭も狙う。6一角、金駒を寄せて連携を強化するわ。4三金右、2四歩、同歩、同飛車。ここで2三歩と対応するのが普通のように見えるけど、先手が3四飛車と振ってくると、後手同金、先手同角なると進んで玉頭に馬ができ、こちらの守りは金1枚、飛車角が手元にあっても守りには不向き。ちょっと辛いわね。ここは手駒を押します。銀を投入するべきね。2三銀打つ。なんだかブロッコリーみたいな形になっているな。2八飛車、それでもだいぶ硬いでしょ。2七歩、同飛車とすれば横への自由度が減るね。同飛車、手数をかけさせたことを戦果とするわよ。2四歩、傷を塞いで次を待つわ。2八飛車、元に戻して仕切り直しか。2二玉、おや、飛車より先に王様を囲ったか。7一銀、ならば飛車をいじめて手元に収めよう。8四飛車、7に威嚇なる。さて、この飛車は捕まるか。6五歩、一手余裕ができれば、7五歩から横に逃げられる。6二馬、つまり余裕は与えられないということか。8三飛車、7二馬、何やら数字が。8四飛車、何か嫌な予感がするんだが。6二馬、まさかこれは。そう、そのまさかだね。8三飛車、同じ局面が4回成立した場合、千日手となって戦後交代で指し直しだね。ぬ、正直、今この状況、馬ができ、後手陣を強撃しながら飛車もいじめられる、桂香を取るのも時間の問題という状況、私にとっては指しやすい環境だ。だが、ここで飛車を取らずに別路線に切り替えると、7五歩で飛車の退路が完成してしまう。しかもそこから飛車に自由にされると、スペースがある分こちらが不利になりそうだ。そうね、なので先手はこの千日手に乗るほかない。私は戦後入れ替えで先手が取れるので、ウェルカムよ。ぬ。7二馬、8四飛車、そう。6二馬、8三飛車、7二馬、8四飛車。さ、これで同一局面が4回、千日手が成立だよ。ぬ、3連勝のイーブンに持ち込むチャンスだったが、ここで無理をして形勢を損ねたのでは意味がない。口惜しいが、これは仕切り直しだ。ふふ、それでは後でまた会おう。覚えてやがれ。